日本のエース小林陵侑、25土屋ホームが合計 277.3 点で5位に入り、4戦で争うジャンプ週間総合優勝を飾った。開幕3連勝で最終戦に臨んだ小林陵は史上初となる2度目の完全制覇は逃したが、リードを守って日本勢初の2度目の頂点に立った。1回目を 133.5 メートルの5位につけた小林陵は2回目に 133.5 メートルを飛んでトップに立ったが、後続に抜かれた。佐藤幸椰、雪印メグミルクが 281.1 点で今季自己最高の4位。優勝はダニエル、フーバー、オーストリア、で W 杯初勝利を挙げた。ジャンプ週間年末年始にドイツ、オーストリアの4つのジャンプ台を計8日間で回る伝統の大会。現在の W 杯の原型とされる。52から53年シーズンに始まり、今季は70回目。総合優勝は4試合計8本のジャンプの合計得点で争われる。96から97年から1回目は予選の上位と下位が対戦するノックアウト方式で争われている。グランドスラム、4戦全勝、は01、02年のハンナ・マルト、ドイツ、17から18年のストンファ、ポーランド、18から19年の小林陵が達成していた。